外観上の扉の内面にはリブが復活している。5000番台非番付与の19階から 5624JR 貨物19階型コンテナは、日本貨物鉄道が旧型の国鉄コンテナや 18C 型などの JR 初期に製造されたコンテナの同級取り替えようとして4925個を配備した12フィートドライコンテナである。19シリーズ初の片側妻扉。 側扉の二肩開きで、外のリスン法は高さ 2500mm、幅 2450mm、長さ 3715mm、自長1.5トン。内容積は18.9立方メートル。最大積載量は5トン。ただし、つま面と側面に扉があるため、本形式には隅金具はない。また外観上の扉の内面にはリブが復活している。 人びら側の妻面形式番号表記が、初期は横書き、後期は縦書き2列で側面に、地球環境に優しい鉄道貨物輸送という、ステッカーが付くなど形式内で細かな差異が見られる。また、このステッカーは、他形式と内容もサイズも異なり独特である。側面のリブにはメーカーごとに差異がある。製造メーカーは、東急車両製造、日本車両製造、 CMC 車両2007年以降はエコレールマークのシールを順次貼り付けた 19G 型と並んで片つま面変速面開き12フィートコンテナの標準型として使用していたが2013年度以降 19D 型や 19G 型への置き換えにより廃棄や四重用途の ZD19 回型への改造が進み2018年12月に全廃した ありがとうございます。